お給料、はい、これね、うちの事務所って3ヶ月遅れぐらいにバラ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 入ってくるのよ、うん、だから1ヶ月がいくらだったかちょっとちゃんとしてないの。お、見ないんですか。あんまり見ないね、あの、うん、もうあんまり興味がないのお金に。もともとね、だから会計の人がやってるから、うん、あんまり大きい買い物するとちょっとチクッと言われる時あるけどね。でもめちゃくちゃあるから見ないっていうことでしょ。そう、そんなことないよ。文子さんまで言ったらもう訳が分かってない、訳が分かってない。そんなことない。私今演芸場なんてこの間あの8月3日間出て7000円だよ。うん、お給料3日間で、うん、チャリ戦、あの割って言って出た人で全部割るから、うん、入場料を。だからもう600円とかそういうの人たち、私は7000円もらったからやったと思ったけど、行きに1日目でタクシー代4600円も使っちゃったからこれダメだなと思って。それ若手が言うやつですよ。いや確かに、うん、やっちゃったなと思ってそんなよ。じゃあ物欲とかもないんだろ、何か欲しいとか。あるよ、うん、でも邦子さんおしゃれやけど、うん、前バッグ、バッグ持ってなかったよ、レジ袋、レジ袋に財布入れて、何が白のレジ袋に何言ってんのよ財布入れて、え、邦子さん何なんですかって言ったら、うん、いやでもこれ三重にしたらね破れないよって、三重にちゃんとなってるからガチで持ってるねちゃんと。で、あのちっちゃいこれぐらいのバッグが欲しいって言って、ちょうどいいのがレジ袋やってすごい発想やな軽くて丈夫で、それあのあれと一緒です。ドバイの富裕層の人たちもそれやるんですって白い布だけで紐だけつけてそこに入れるっていうもの。嫌になったら捨てられるし、だって貴重品預けてくださいって言ったらさ、ハンドバッグは貴重品なんだもん。ハンドバッグは300万円とか400万円するわけでしょ。それハンドバッグごと預けなきゃならなくなっちゃう。だからまあパーティーとかのさすがにさ、バリッとしなきゃいけないときはきちっと帯を締めてバリッと行くけれど、そうじゃないときは運動靴で、本当にもうユニクロとかも大好きだし、うん、好感度上がるな、それでも、いいそうなの、上がるでしょう、上がります上がります、うん、でもね、うん、まあご、まあ、うん、もう43年やってっかさ、いろいろよ、大きい買い物もして、うん、ああこういうもんか、お金を使うのはということも分かってからじゃないとお金使いたいなということもあるでしょう、まあね、確かに、うん、うん。